はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでですね、本日はね、リスナーから、とあるね、リクエストが来ていたので、そちらをねやっていこうと思うんですが、フルオート武器をですね、あえて単発でね、撃って、レイド攻略してほしいですっていうね、ことで、リクエストいただきました。はい、リクエスト送ってくれた方、ありがとうございます。ということで、今回ね、武器の指定はないんですけど、単発縛りってことなんで、それにね、ふさわしい武器を作ってきました。それがこちら。AN94 マニア。はい、こちらですね。ガンスミス早速見ていくんですが、こんな感じでね、作ってまいりました。単発でね撃つんで、マズルの部分にね、サプレッサーをね、搭載しております。これでね、なるべく位置がバレなければいいなみたいな、お祈りゲーミングかましてあげて、でさらにはね、2倍7倍スコープ、はい、これでね、近距離、あとね、中距離、長距離ね、全てに対応できるかなと。はい、で、単発なので、今回ね、マガジンは1つ、予備マガジン持っていって、で予備弾がですね60発、計180発でね、DMR とねして考えると、180発もね、撃たないと思いますから、これでやっていこうかなと。で弾はね5層貫通弾を詰めているので、大体はねしばけるんじゃないかなって感じです。はい、ただね、今回ね AN94、採用理由がね、基本ステータスの有効射程120なんですけど、弾の威力がね、どうなのかなっていう、それはね、ちょっと後ほど検証していこうと思いますが、とりあえず基本ステータスが垂直77、ラッキー7ザブルの、水平73で、エルゴノミが49で、精度が72で、腰ダメ射撃が73、そして有効射程が120ってことで、全てにおいてね、バランスがめちゃめちゃいいですよね。これ精度が72あるんでね、もしかしたら単発撃ちをねするために生まれてきた武器なのかもしれない。はい、ということでね、早速射撃場にやってきたので撃っていきたいと思いますが、これ何これ、ちょっとさ、マジで見にくい。もう画面のさ右半分埋まっちゃってるじゃないですか。ちょっとセミオートにしてね撃っていきますけど、あ、これめっちゃ音静か。マジか。これさあるわ。これ新しい時代の幕開けかもしんない。胴体は3発か。そうなんですよね。これ2発でね、沈めることができたら相当いいんですが、そうなんですよ。ほら。頭はね、1発なんですけどね、胸がね、3発必要なんですよ。はい。そこがですね、少しネックというか、なんというか、なんかこれ吸われてんのか。なんか腕に当たってる判定かな。とりあえずいいや。胴体3発なんですよね。ただね、めちゃめちゃ静か。いや、これさ、新しい可能性かもしんない。今までね、AN94、散々使ってきましたが、ただね、サプレッサーで使ったことはなかったので、これ新しい発見ですよね。いや、本当にリクエストしてくれるとね、僕もさ、いろいろ知れてね、新しい扉が開いてしまうんで、本当にありがたいんですよ。皆さんね、ガンガンリクエスト送ってください。ということで、早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、秒速21センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。はい、ということでね、まさかのこれセカンドシーズンなんですよ。はい、皆さんはねファーストシーズンの存在を知らないと思いますが、もう接敵せずにですね、ボツになるっていう、まさに実況者泣かせ。はい、僕はですね30分間ひたすら喋りに喋りまくってね、喉の、体力を減らして、でボツになるっていう、もうマジでかわいそう。はい自分で言うなっていう話なんですが、ちょっとマジでさ、接敵しないのはもうおかしいって、もう本当に。もう別荘のやつらがね、もうすぐにね、逃げ散らかすんで、本当。別荘のね、あれアラームってさ、つかないんか。あれズルだよね、本当に。ちょっと一旦ね、鎮痛剤ガブ飲みタイムかましますが、ちょっと鎮痛剤ね、新しいやつ持ってくるの忘れました。こりゃ、ビアマ残剣。一旦ね、これどうするかっていうと、敵しばいてね、鎮痛拾うしかないですね。はい。とりあえずちょっとこっち側行こうかな。今回ね、野良の方2名とやっていきますけれども、マジで敵がいないのよ、本当に。奥さん、信じられないでしょう。僕も信じられない。接敵しないなんてね、そんなことあります？人いなくなっちゃったんじゃないの、メンタルブレイクアウト。一旦ですね、ピノラジオ局に行きは味方に任せて、僕はねこっちから湧いたやつをしばこうと思ってるんですが、なんか来る気配がないですね。こりゃまずいかもしんない。なんかまたさ、前回とね、同じ匂いがプンプンするぞ。これ敵いるのか、果たして。花畑で突っ立っててくんねえかな、マジで。いないか。
いなさそうですね、とりあえずは。はい。まあ、今回ね、まあ、単発縛りってことでね、皆さん、単発縛りか、あ、これこんがり死んだなって思ってる方、甘いですよ。単発ってね、何がいいか分かります？そうなんですよ。玉のね、節約になるんだよね。これ一発900円だからさ、まあ、フルオートで60発ね、打ってしまうと、これまあ、5万4000円かかるわけですよね。それをしっかりと節約してくれるっていう。だから安心感ですよね。なんか家計を支えてくれるさ、良き嫁みたいな感じで、これセミオートっていうのはね、皆さんにとっての嫁なんですよ。嫁を大事にしてないやつは、しばかれて当然。僕は嫁を大切にしてるんで、しばかれないんでしょうね。今見えたか？なんかこっち側。なんか一瞬さ、ハゲ頭がちらつきましたが、気のせいでしょうか？怖いな。いないか？いなさそうか？大丈夫か？で、そして、なんか知んないけど足音聞こえたか？気のせい。いるよね。あ、びっくりした。2番さんでした。親方、空から物資が降ってきたでやんす。ちょっとあれさ、おとりにしよっか。いや、さすがに引っかかる人いないと思うけどね。いや、これ漁ってる時が大チャンスですので、ちょっとさ、これ芝こっか。サプライニキをね、ちょっと芝木に行きましょう。まあ、今回5層貫通弾を詰めてますので、頭に当たった瞬間即終了。で、めっちゃいいところに落ちるじゃん、それ。絶好のスナイプ日和じゃないの。てかさ、AN94 って冷静にやばくない？だってこれさ、普通にミニよりも強いんですよ、有効射程。おかしいよね。これ AR ですよ。ま、とりあえず、鎮痛剤もうないんで、許してください、皆さん。これでね、鎮痛剤打てこんがりって言われても、無理だから。無理なもんは無理。株式会社、ないもんはないをね、設立したいと思います。はい。さすがにな。で、とりあえず、あそこにね、狙いをかましてれば、また誰かしら来るんじゃねえかなと。うん。まあ、一旦この辺でさ、動かざるごと山のごとし決め込んでもいいのかもしんないな。で、3番さんもさ、全然なんかしばかれる気配ないじゃん。マジでこれ人いないんじゃないかなって思う、これ。今の警告。もしかしてさ、警告って不人気になってしまったのか。みんな警告でね、しばかれすぎてさ、メンタルがブレイクアウトしたのかもしれませんね。その可能性、大いにありけり。さあ、そして、敵が来る気配は一切なしけり。マジでまずいよ、これは。みんな狙ってんのかな、ここ。おーい、誰か、誘惑に負けてさ、あさりに行けよ、本当に。いや、でも、ここあさりに来る人って大体軽装だよな。高級装備がさ、ここあさるはずがないんだよな。やっぱりね、お注射2本でね、高級装備は釣れませんよ、基本的には。極秘文書が出るサプライとかだったらいいんですけどね。空中サプライ極秘文書バージョンとかさ、なんか、1周年記念とかで出してほしい。金色の気球だったら極秘文書が入ってるみたいな、なんか動物の森のさ、なんか金のね、パチンコを思い出しますが、そんな感じでさ、やってほしいよね。これまずいですよ。この映像によってですね、イベントが大こけしてることがね、世の中に広まってしまいますよ、全世界中に。やっぱみんな興味ねえか、注射は。まあ、そりゃそうだよな。リスクに見合ってないもんな。うん、これは致し方なし。運営がいけない、これはさすがに。金アイテムのさ、空中サプライイベントしてくれないとさ、このようにですね、誰も興味がないわけですよね、本当に。さあ、なんか銃声なってきやがったけど、これはさすがに2番選手か。2番さんがなんかやってんのかな。まあ、別のところ行ってくれるのは非常にありがたい。まあ、多くのね、ところから車線を通した方が、まあ、絶対的にいいと思いますので。だがしかし、敵が現れる気配は一切なし。マジでおかしいでしょ、これは。まあ、空中サプライがね、不人気なのか、それとも警告が不人気なのか分かりませんよね。そろそろ来るか。なんかさ、銃声なってるよね。素晴らしい。これワンチャン警告の村にいるんじゃないの。警告の村からさ、こっち側のね、サプライまで来てほしい。もうそのサプライさ、永遠にさ、煙焚いといてほしいな、本当にマジで。頼むから。で、ワンチャンさ、これ2番さんが拾いに行ってさ、2番さんが撃たれて死んで、で、その物資を拾いに来たやつを俺が縛くみたいな、そういうプランもなんか見えてきたぞ。は？大丈夫か？2番さんやり合ってる、もしかして。まあ、そこで縛かれてくれても別に構わん。なんか来たな。はい、いますね。はいはいはい。見えちゃった見えちゃった。ただあれ120だから無理でしょう。いるわ。来てる来てる来てるかもが。ただ俺の位置バレてるか。ちょ、よくわかんねえ。あいつなんかさ、警戒してるよね。ただここで僕は動かざること山のごとしを決め込んでいく。とりあえず、無視。ちょ、待って待って待って。全然サプライなんかさ、気にしてないじゃん、あの人。マジかよ。俺の位置バレてるかもしんないね。これちょっと変えようか。これ場所替えですね。速攻。
ちょ、こっち側から回ってきてる可能性がプンプンするんで、一旦僕もこっち側回りましょう。ちょ、待って。ここ登らせて。よし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 。オッケーオッケー。強ポジ確保。とりあえずな。まずい怖い。飽きてるか。あいつ、行ってるか。あ、あ、あ、あ。なんか行ってんな。帰ってるもしかして。嘘。もう帰りの時間ですかみんな。ははは。やばいやばいやばい。いたー！はぁ？もう、なにそれ。ちょっともうやだ。ほんとに。交換通弾やめろって。俺、6層だぞ。なんで6層抜いてくるんだよ。おかしいだろ、ほんとに。やめてくれ、交換通弾。もう、ずるじゃん。もう嘘でしょ。もうマジか。もう嫌い、ほんとに。もう警告もノースリッチも大嫌い。みんな大好き、キルカメラタイム。行きますよ。ちょっとマジでさ、ありえないでしょ、もうほんとに。あ、こんなところでなんか芝刈り案件してるんだ。え、なんで？いつの間に？え、全く気づかなかったんだけど、やっぱさ、RST 良くないんかな。もう M110 じゃん。全然カスタマイズされてないやつ。おい、ふざけんな。見えてねえじゃねえか、それ。もう、エイムアシストもうやめろ、ほんとに。遠距離武器につけんのはやめろ、マジで。ちょ、頼むから、マジでもうさ、M61 弾とか言っても、諸悪の根源っていうか、もう害悪すぎる。そんなザコザコカスタムにね、もう交換通弾詰めて楽しいか。もうマジで最悪。頭貫通でしょ ?M61 で。もう終わりですよ、こんな。マジでつまんない。ほんとにつまらん。もう、クソゲーです、これは。ほんとに。もう軽装が強すぎる。マジで。軽装にさ、いい弾ぶち込めばね、勝つんですよ。GS2 つけて。で、僕たちね、高級装備はね、もう耳が聞こえないからさ、まあ、圧倒的不利から始まって、で、もうしばかれる運命をたどるしかないっていう。何これ？